1曲目にお送りしたのは、大祭でもやったんですけど557188の3人のブギリマンでした、追い出しの1日目ももう午後に突入してますけど、ね、早いですね、1日が、ね、そうです ね, ね何するかと、ね、私たちあの私たちが今4年生なんですけど、私たちが2年で、ヨコちゃんが1年生の時に始めたんですけど、ね、あの当時から迷惑かかりますって地で、あの私練習を取った時にあの練習の時間を伝えなかったことがあって、でなんか、はい、ごめんねって言ったら、なんかね、あの、うん、あ、なんか大丈夫です、練習表見てましたって言って言われて、できる子やってなったんですそれ以降私たちはね、結局1位になるんだよね。2が一番働かない。そう、働いてよ、もう少しで。ね、まあ、でもね、そんな、ね、ダメな先輩2人にね、付き合ってくれてよこちゃんには本当に感謝です。ありがとう。ね、そう。ありがとう。というわけでね、あの、まあ、時間も。たくさんないので、ね、あの最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は、アンビの1984という曲をやらせていただきます。すごいなんか、ね、雰囲気のなんか夕焼けの中みたいな感じの曲なので、あのゆったり聴いていってください。では、短い間でしたが、ありがとうございました。アリアでした。